ライト兄弟、ライト兄弟、ライト兄弟、A、ライトブラザーズは、アメリカ出身の動力飛行機の発明者で、世界初の飛行機パイロット、世界最先端のグライダーパイロットでもある。自転車屋をしながら、兄弟で研究を続け、1903年に、世界初の有人動力飛行に成功した。ただし、世界初という点については、 グスターブ・ホワイト・ヘッドによる1901年8月の初飛行が世界初であるという指摘があり、グスターブ・ホワイト・ヘッドによる飛行が世界初とする説もある。1906年にバンコク国際法学会は各国の自衛に供されぬ限り航空は自由という原則を取った。14対9という多数決の結果は航空技術の熾烈な競争を招いた。 機船を取った彼らの特許は、アンリ・ドゥッシュイコールドイコールライコールムルトに購入された。連邦航空局 FAA が発行するパイロットのライセンスカードの裏面には、ライト兄弟の肖像が描かれている。ウィルバーライト A、ウィルバーライト1867年4月16日から1912年5月30日、オービル、ライト A、 オービル・ライト1871年8月19日から1948年1月30日。二人は、ボクシミルトン・ライト1824年から1917年の息子として生まれた。一家には他に三人の兄弟、長ー,ールクラン1861年から1920年、ジケイ・ローリン1862年から1939年、 妹キャサリーン、1874年から1929年がいたが、母スーザンは結核により1888年に創生した。なおこの他にもう二人の兄弟がいたが溶接している。厳密には7兄弟と考えられる。兄弟は生涯の大部分をデートンで過ごした。グライダー実験と最初の動力飛行をノースカロライナ州。 キルデビルヒルズで済ませた後の飛行活動は、現在ライトパターソン空軍基地の敷地内にある、ハフマンプレイリー、一般見学可能を中心に行われた。だが、ウィルバーの晩年には再び、キルデビルヒルズで実験を行った。1909年に、兄弟は、A、ナイトカンパニーを創業するが、ウィルバーの死後の1915年に、オービルは、会社を売却している。 その後会社は、クレーン・エル・マーティンと合併し、今のロッキード・マーティンとなった。ウィルバーは1912年、チョーチフスのためデートンの自宅で死去した。オービルは36年後、心臓発作のため同じくデートンで死去した。くしくも彼の翌日には、ジョン・ティ・ダニエルズ、カキが死去している。二人は、デートンのに、チョーケール・クランを除く家族と共に埋葬されている。二人とも、 町外独身だった。キャサリン・ライト、晩年の1926年11月20日に結婚して、キャサリン・ライト・ハスカルトナルは、ライト兄弟の唯一の妹にして、彼らのアシスタント的な存在だった。1889年に母親が創生した時、彼女は家族では唯一の女性として世帯の責任を引き継いだ。オーバリン大学、A。 オーバーリン・カレッジを卒業後、スティール高校、A、スティールハイスクールで教師として働く。家事の手伝いをするために、彼女は何十年も家族と一緒にいたメイドを、キャリー・カイラーを雇った。ウィルバーとオービルは、キティ・ホークで家を離れ、その後ヨーロッパとワシントン DC で時間を過ごすと、キャサリンは家を離れ、家族と故郷のニュースと並行して、彼らに常に書簡を書いた。 彼女は定期的に書簡を送っていないときに彼らを叱ってヨーロッパにいるときに気晴らしを警告した。ウィルバーはキャサリンにオービルと一緒にフランスに行くように頼み、1909年にポー・ピレネイ,イコール・アトランティックで加わる。彼女はすぐに社会的な場面を支配し、悪名高い、恥ずかしがる兄弟よりもはるかに魅力的になっている。 ウィルバー死亡後の1912年、ライトカンパニーの役員になるが、同社は1915年に、オービルによって売却された。1926年11月20日に、ヘンリー・ジョセフ・ハスケル、A、ヘンリー・ヨゼフ・ハスケルと結婚するが、オービルは式典に出席することを拒否。彼女の結婚2年後、キャサリンは肺炎にかかった。オービルが知った時、彼は、 まだ彼女に連絡することを拒んだ。彼らの兄ローリンは彼に彼女を訪問するように説得し、彼女が死んだ時に彼女はベッドサイドにいた。キャサリンは1929年3月3日に54歳で死亡した。時は19世紀末、すでに陸には蒸気機関車や車が走り、海や川では蒸気船が幅を利かせ、そして最初の有人飛行をした。 モンゴルフィエ兄弟に始まる熱気球から派生した飛行船が存在した。しかし、空気より重い飛行機の動力飛行は全く発展途上にあった。唯一の手がかりとして、ジョージ・ケイリーのグライダーをもとに、オットー・リリエンタールによって研究が進められていた。しかし当時はまだ、ハイラム・マキシム等、多くの研究家は正しい飛行のための理論を確立するに至らず、 依然として、暗中模索が続いていた時代だった。1896年のリリエンタールの事故死後、これを皮切りに、ライト兄弟は飛行機を完成させることを考え、これが史上初の動力飛行成功へ向けてのきっかけとなり、時代を新たに開く成功への一歩となった。兄弟は1903年12月17日に、ノースカロライナ州キティホーク近郊にある、 ヒルゲビルヒルズにて12馬力のエンジンを搭載したライトフライヤー号によって友人動力飛行に成功。兄弟が初飛行に成功した時の写真は、二人に撮影を頼まれた観客の一人、地元の海南救助署員のジョンティー・ガニエルズが撮ったもので、合計4回の飛行が試みられた。見落とされがちであるが、この飛行は強風が吹く。 理由は後日彼らの実験場で風に向かって飛んだ記録であることに、もしそれ以前の跳躍とみなされている他者による実験と比較する時などには注意が必要である。待機的な距離は大地的な距離よりももっと長い。オービルが写真技術を持っていたため良い記録写真が多く撮られていたが、1913年のグレートマイアミ川の洪水で、 かなりの数の甲板が損傷した。残ったものはアメリカ議会図書館のライト兄弟アーカイブに保管されている。それまでの他者による飛行の試みの多くが条約化、その延長のものでしかなかったのに対して主翼をねじることによって制御された飛行を行い、飛行機の実用化に道を開いた。しかし、当初世間はこれを理解しないどころかむしろ冷淡であり、国内では 様々な事情から特許権関係の問題を突きつけられたりさえしていた。ライト兄弟は実験に成功したが、世間はこれを信用しないばかりかこぞって反発した。サイエンティフィック・アメリカン、ニューヨーク・チューンズ、ニューヨーク・ヘラルド、アメリカ合衆国陸軍、ジョン・ホプキンス大学の数学と天文学の教授サイモン・ニューカムなど、各大学の教授、 その他アメリカの科学者は新聞等でライト兄弟の試みに機械が飛ぶことは科学的に不可能という旨の記事やコメントを発表していた。逆に後年ヘリコプターの実用性が議論されるようになった時期、オービルは1936年の所管中でヘリコプターには根本的な問題がある。ヘリコプターの開発には資金がかかりすぎる上に、 商用性もおぼつかないので誰も取り掛かられないだろうと書いている。それまで多くの研究者の飛行への挑戦がことごとく失敗を重ねてきたのに対し、ライト兄弟は当時としては極めて高度な科学的視点から飛行のメカニズムを解明し、また同時に技術的・工学的に着実な手法を取った。風洞実験によって得たデータをもとに何機かの グライダー試作機を作成し一歩一歩堅実に飛行機の改良を行った。研究の初期には当時の飛行機開発の最先端を行っていたサミュエル・ラングレー教授から研究資料の提供を受けていたりした。グライダーによる実験の回数もリリエンタールらに比べてはるかに上回り、多くの実験データを収集するとともに飛行技術を身につけることができた。 グライダーを基礎にまず操縦を研究して、自らそのパイロットになってから動力を追加するのが、彼らの戦略であり、他社のプロジェクトは、動力機体の製作しか眼中になかったと、本人たちが述べている。兄弟の成功に先立つ1903年10月7日と12月8日の2度、兄弟も教えをこうたサミュエル・ラングレー教授の飛行機、エアロドロームは飛行テストを実施したが、どちらも機体は、 飛び立つことなく川へ転落した。スミソニアン協会会長の地位にあり、アメリカ政府援助のもと主導した。実験の失敗は、ラングレー万説の評価を地に落とした。ラングレー教授のプロジェクトは、まず無人動力飛行機で実験を行い、次に、有人動力飛行機を飛行させるというものであり、パイロットにとっては、ぶっつけ本番を強いられるものであった。飛行記録からすると、 オービルの方が操縦に長けていたようである。兄弟は実験回数を増やすために安定した強風が吹いている場所を気象台に問い合わせ、故郷から遠く離れたキティホークをその場所に選んでいた。安定した強風が必要だったのは、クライダーをタコのように軽流柵で空中に固定して安全かつ安定に実験をするためである。リリエンタールは風が どの方向から吹いてもいいように人工農家を作った。また墜落で命を落とした。また、兄弟は自転車店を経営することで研究に必要な資金を自弁できた上、自転車の技術を活用することも可能であった。例えば2機のプロペラはチェーン駆動であり、回転の向きを左右で逆にして、トルクを打ち消すためにチェーンを片方交差するなどしている。 一方で彼らの機体は、機体の前方に水平安定番権昇降だが、あるなど、安定性の面に問題もあり、実際後年の再現プロジェクトは、その点で苦労している。しかしながら、安定性と操縦応答は、トレードオフであり、ライト兄弟は操縦応答を最優先した、飛行機で飛行してこそ、本物の飛行であるという強い信念を持っていた。そして単なる精神論だけでなく、 兄弟は滑空飛行を繰り返し操縦に熟練したことによって成功を得た。ライト兄弟の初飛行100周年に向けてライトフライヤー号を復元する研究がいくつか行われたがコンピュータシミュレーションでは姿勢が安定せずに普通に飛べず完成した復元機に至っては離陸すらできなかった。ライト兄弟が成功したのは当日の強風と それをものともしない兄弟の操縦技術のおかげだという見解もある。空気よりも重い機械を用いた飛行の実用技術の開発者と裁判所にも認められたライト兄弟を待ち構えていたものは必ずしも栄光ではなかった。ライト兄弟の成功と飛行技術に関する特許取得は飛行機が兵器として注目されていたこともあり、争いや妬みの対象にもなった。 特に兄弟に明らさまな敵意を向ける二人の人物がいた。その一人は、チャールズ・ウォルコットである。友人動力飛行に失敗した、ラングレーの後を継いで、スミソニアン協会会長の地位に就いた。彼は、民間人である、ライト兄弟の偉業を決して認めず、スミソニアン博物館航空士に、ライトフライヤー号を一切展示しなかった。もう一人は、グレン・カーチスである。 腕の良い飛行家だった。彼は航空会社を設立し、何かトライト兄弟と特許に関して継争した。しかし、冒頭の裁判所の判断もあり、ことごとく敗訴していた。カーティスは、ライト兄弟のパイオニアたる地位を否定すれば、特許について有利な立場になれると考えていた。カーティスは、ウォルコットと手を結び資金援助を得て、1914年5月と6月に、 ラングレーのエアロドローム再飛行実験を行い、成功した。ところが、実は、エアロドロームには、カーチスの手により35箇所もの改造が、加えられており、もはや全くの別物になっていた。実験結果を受け、ウォルコットは、スミソニアン協会年次報告に、初めて飛べる飛行機を作ったのは、ラングレーとの声明を発表。丁寧に1903年当時の形状に戻した、エアロドロームを、 人間を乗せて飛行可能な世界初の飛行機と表示してワシントン国立博物館に展示した。すでに兄を亡くしていた弟オービルは抗議したが教会は一切無視、それどころか年次報告に必要なまでに声明文を繰り返し掲載した。そのため一般にも世界初飛行に成功したのはラングレーだと思い込むものが増えた。このような不毛な争いの最中に 飛行技術は急速に進歩していき、ライト兄弟の持つ特許や飛行技術は陳腐化していった。一例として、ロール制御の手段としてのタワミツバサは、補助翼というより、完成度の高いものに進歩していた。1908年には、フランスのシャンパーニュで、世界最初の飛行大会が開催された。この大会では、アンリ・ファルマンが、飛行時間、ユベール・ラタムが、高度、 ルイ・ブレリ,リオが速度の各部門の優勝者となった今日の飛行機の携帯が完成したのは彼らの期待であった。しかし、ライト兄弟は優勝は愚か優勝さえ果たせない惨めな成績で終わった。そしてグレン・カーティスもこの大会に出場し、優勝こそのガスも目覚ましい成績を示した。この大会はもはやライト兄弟がボンクの飛行家の二人でしかないことを示した。 ライト兄弟の機体には遅れて登場した他の飛行機と比べて大きな欠点があった。操縦応答性を優先し安定性が極めて低いこと。離陸の際にレールを敷く必要があること。プロペラがチェーン駆動であるためエンジン出力向上に限界があったこと。1910年にライト兄弟はライト B 型を完成させる。 これは水平尾翼を機体後部に移して安定性を高め、車輪を装備し、レールを敷く必要をなくしたものであったが、チェーン駆動だけは相変わらずであった。1911年9月17日、カルブレイス・ペリー・ロジャーズという飛行家が、このライト B 型を小型化した EX 型を買って、初のアメリカ大陸横断飛行に挑んだ。しかし何度も墜落を繰り返し、 目的地にたどり着いたのは11月5日。部品交換と修理を繰り返した結果、出発時と同じ部品は、尾翼と主翼を支える支柱のみで、出発時と同じ機体とはとても言えない内容であった。そんな中、失意と法廷闘争の疲労もあり、ウィルバーは1912年、チョーチフスで死去した。ウィルバーの死の4年後、オービルは飛行機製造から身を引く。しかし、 ライト兄弟が世界最初の有人動力飛行を行ったことを高く評価するものも存在した。日の目を見ることなくマサチューセッツ工科大学の倉庫に保管されていたライトフライヤー号に思わぬ申し出が届いた。ロンドンの科学博物館が展示したいと大ビルに希望を寄せてきた。スミソニアン協会名誉総裁へ送ったエアロドローム再飛行実験に対する調査要請の 所管が無視されたのを最後と見定め、オービルはロンドンからの申し入れを受諾1928年ライトフライヤー号はイギリスに渡った。イギリス旅行に来たアメリカ人は、なぜライトフライヤー号がこんな場にあるのか、と驚いた。それはやがて世論となり、スミソニアン協会もいつまでも無視するわけにはいかなくなってきた。ボルコットの死後、1928年に、 会長職を継いでいたチャールズ・アボットは、オービルと面談し、ライトフライヤー号をアメリカ合衆国に戻すよう要請した。それに対するオービルの条件は、ただ、歴史を正しく修正することのみであった。アボットは、玉虫色の妥協点を見出そうとしたが、オービルは決して譲らず、1942年ついに、スミソニアン協会は、声明を発表。ライト兄弟の偉業を認め、 1914年の実験を否定し、最後の部分では兄弟に陳謝した。これを受け入れ、オービルはライトフライヤー号をアメリカに戻すことに合意した。その後、第二次世界大戦などの混乱もあり、ライトフライヤー号がアメリカに戻って、ワシントン国立博物館に展示されたのは初、飛行成功からちょうど45年経った1948年12月17日であった。 盛大な展示除幕式が行われたが、オービルはすでに同年1月30日に76歳で死去していたため参加することはできなかった。晩年のオービルには飛行機を発明したことを公開する胸の言動がある。1942年にオービルはヘンリー・フォードに対して自分が動力飛行機を発明したことを悔いる内容の手紙を送り、 1943年にアメリカ特許局設立150周年記念行事に参加した際には最近100年間の重大発明は何かと問われ、あえて飛行機をその中から除外している。第二次世界大戦に関し、飛行機がもたらした破壊を残念に思うと述べた。大ビルは世界で初めて飛行機事故を起こした人物としても知られている。 1908年9月17日、バージニア州アーリントン軍の陸軍基地であるで、オービルが操縦するライトフライヤーがデモフライト中に墜落。同乗していた陸軍中尉が死亡し、オービルも重傷を負った。また、セルフリッジは飛行機事故発の犠牲者となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。